多くの方がご存知の通り、フグは危険を察知すると体をボンと膨らませます。自分の体を3倍から4倍ほども大きくするこの現象は、水の中でも外でも見ることができます。しかも卵から生まれたばかりの赤ちゃんフグもこの特性を持っていて、この膨らんだ姿を見ると、あの中には何が入ってるんだ、空気か、空気だよな、違うか、だったら水、という疑問が湧いてきます。私だけでなく多くの方が空気なのか水なのか気になっていらっしゃると思いますので、まず結論から申し上げますと、2つとも正解です。ブラウン大学でフグを研究しているエリザベス教授は、フグは水中で危険を感じると口からポンプのように水を飲みますが、そうするとアコーディオンのようにくしゃくしゃに畳まれていた胃が最大3倍ほどまで広がって水でいっぱいになるのですと話し、さらにフグはこのような特性のため、水を飲み込むために水を胃腸に送る筋肉、水が抜け出ないように食道を塞ぐ筋肉、水を抜くための筋肉など、他の魚では見られない筋肉が発達しているのですと説明しています。そしたら空気はいつ入ってくるんだと思われるでしょうが、フグが水の外にいるときは水の代わりに空気を吸い込み、パンパンになるというわけです。またフグがここまで大きくなれるのは、アコーディオンのような胃腸のおかげでもありますが、フグの皮膚の真皮層に弾力のあるコラーゲンが多く含まれていて、皮膚が伸びても裂けないからだといいます。フグに関してはこのように胃に空気や水が入るという以外にも興味深い情報がありますから、お話ししましょう。このフグにカニを餌として与えると、跡形もなく食べてしまうくらい、実はフグは意外にも噛む力が強いのです。フグの歯を見てみると、一般的な魚の歯とは違い、はるかに大きいことがわかります。これは野生のフグがカニ、エビ、貝などを食べて暮らしているため、このように発達したのだそう。しかしこの大きな歯は、まるで私たちの指や足の爪のように絶え間なく伸びるのです。野生のフグは硬いもの中心に食べるため、どんどん歯が削られていくので問題ありませんが、家で飼われているような養殖のフグには柔らかい餌だけ与えることが多いため、歯が伸びてしまい、食べ物をしっかりと摂取できないという問題が起こることもあると言います。なので片手にフグを持ち、もう反対の手には歯を切る道具を持って、伸びすぎた歯を切ってあげたりもするのだとか。魚が歯の治療を受けるという、とっても不思議なシーンですよね。今日は体がパンパンに膨れ上がる魚、フグについて調べてみました。ココボラが準備した話はここまでです。楽しんでいただけたら、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。